韓国語の歌です、うん、でウィーンとは全然違いますね、もう15年ぐらい前ですかね、冬ソナが流行っていわゆる韓流ブームがねわーっと流行りましたね。今でもちょっとまあ昔ほどではないですけど、でも今でももう確実に韓流っていうのはすごく人気があってですね、多分韓国語ペラペラな方多いと思いますけども、はい、チョンサレサイリラというのはですね、青山に生きる、で青山っていうのは青い山なんですけども、歌唱さね、一緒に歌う一緒に歌う幸せ幸せそうだね、上手だよ、とってもはい、青山に行けるって言うんですけども、青い山と書いて東京の青山でもなくて、で韓国にも青山っていう山があるわけでもないそうです。なんかこう詩のですね、この想像の世界での青山っていう表現らしいんですけども、本当にこの歌詞の意味がですね、なんて言うんでしょうか、ふるさと、日本のふるさとに、なんて言うんでしょうか、なんかこうふるさとを感じさせるような詩になってますね。私青山に住もうと、春になったら本当にこう緑が生い茂って、本当にこう素敵なこの青山、私はそこに住んでいきたい、私は心がはつらつとしてる、私は青山に、まあ、住もう、生きていこうというような歌詞の内容なんですね。なんか本当にこう想像の世界でありますけども、素敵な場所で私は生きていくんだとい う, こう心があったかくなるような内容なんですね。本当にさっき のメボイオファーナカーサの家を建てたい、ね、あれも本当にこう心がワクワクするような曲ですけども、ぜひ音楽はですね、なんか自分 この人生とこう照らし合わせたり、自分の夢と照らし合わせたりとかですね、自分のこの想像の世界とか、もうせっかくのこのね、日常から離れて今のこの空間ですので、この空間を楽しむコツの一つとして、日常のことをちょっと置いてですね、音楽というこのマジックの中でですね、本当にこの想像力を働かせて、今は素敵な田舎のこの青い山とかですね、なんかこう自分がこういうところでのどかにいい人生を送っていくんだっていう、そういう温かい心で聞いていただけたらなと思います。チョンサネサリナ、青山に行けるです。
サリラ。Salud.